こんにちは、フードロス刺繍の花デイジーです。今回は A 文字の刺繍の仕方をご紹介したいと思います。小さい文字と大きめの文字と2通りご紹介いたしますので楽しみにしていてください。 Hi everyone, I'm going to show you how to make letters today. Let's start now. それでは早速始めていきましょう。はい、それではここにハッピーという文字をまたいつものようにボールペンで直書きしています。小さめの文字と大きめの文字と2種類用意しています。オレンジ色の糸3本取りで刺していきたいと思います。この小さめの方はこの長さがそうですね8ミリぐらい、7、8ミリぐらいになります。でこちらの大きい方は 1.3 から5ミリぐらいになります。ではまず小さい方から、これぐらいの小さい文字の場合はもうそのままこうストレートステッチを順々に刺していくだけでもう簡単に刺繍ができます。特にこの直線ばっかりの、H とか A とかそういう文字は簡単ですね。カーブになると少しこうやり方があるのですが、それもご紹介していきます。どこから刺すというのは、その方のやりやすいようでいいと私は思っています。この場合もこのラインの下に隠れるようにこの横のラインを刺してもいいですし、あえてこの上からかぶす形でされてもいいと思います。それお好みで、こうしなくちゃいけないということはないので、お好みですね。その方の、個性というか。で、P になりますが、こうカーブしているので、カーブのきついところって言ったら、ここのパートとここのパートですね。だからこういうところはワンステッチを短めに刺していきます。だからこの辺はこれくらいで刺していいんですが、直線でいけるところは直線でこのように、でここがちょっとカーブになっているのでこう小さく小さくいきますね。カーブがきつい場所ほど短いステッチで進めていくと綺麗に仕上がると思います。こちらはこれぐらいで、はい、こんな感じで、P という文字ができました。先ほどはこちらの縦のラインからいきましたけど、今度はこの丸いところからいってみます。別にどっちでもいいんですけどね、やりやすいように刺していってください。忠実に下書きに沿って縦の棒はもう一直線で、
これぐらいの大きさは本当やりやすいですね。はい、このようにはい、できました。ハッピーという文字が簡単に出来上がりました。まあ、何か刺繍した際にちょっとした文字、まあ、特にアルファベットで文字を加えるとなんかこう可愛らしい感じ、まあ、おしゃれな感じにもなるのでぜひ試してくださいね。はい、ではこのままじゃあ糸を変えないで同じ3本取りでちょっと大きめの文字を刺していきましょう。まあ、これぐらいの長さですと、まあ、3等分した感じの長さのものでこうバックステッチで進めていきます。まあ、一直線ですると何かに引っかかったりしやすいのでこういきなり一本ですると、まあ、この辺が何か引っかかったらこうなんて言うんでしょう、引っかかりやすいので、まあ、できるだけ安定するようにこう何個かのパーツに分けて刺されるといいと思います。ここも3つでもいいんですが、まあ、2つにしましょう。こういう細かいところはいつももう刺しながら、ああどうしよう、3等分しようかな、2等分しようかな、もうその時の感覚で刺しているので、なんか最初から頭の中にないんですね。はい、こういう感じで大文字のH ができました。で次は小文字の A、 ここもぐるっとカーブがありますので細かめのステッチになります。一針がこう短いものですね。バックステッチでいくのですが、この辺は緩やかなのでちょっと長めで、そしてまたカーブがきつくなってきますのでちょっと短めですね。こうすると綺麗な曲線が描けていけると思います。もう一回ちょっと短めのものを刺して、でここはこの部分、この部分がこうかぶさるのでこの辺まででいいと思います。もう少しだけ上行きましょうか。はい、そしてこのくるっとした小さな部分を足していきます。こういうものは刺せば刺すほどだんだんと腕が上がっていくというか、こう要領が分かってきて、いい感じに刺せると思うので、まあ、練習してみてくださいね。はい、そしてもう同じですね。こちらも直線とカーブしたものが組み合わさった P という文字です。こんな感じで同様に進めていきます。では最後にちょっとこう可愛らしくクローバーなどを添えてみたいと思います。まあ、お花の刺し方と同じなんですが、こうやって
模試の最後にちょっとしたものがあると可愛いですよね。私はよくハートなんかもつけて刺すことが多いです。私の、作品の中に、お花とか、プードルとかが多いんですが、Be Happy という文字を一緒に刺して刺繍の壁飾りを作っているんですね。生活の中でいろいろ大変なことも多かったので、あえて自分からその幸せを、小さな小さな幸せでもいいから心の中に持っていようという、そういうような気持ちでいたんですね。そういうような考えの中から Be Happy シリーズというものが考えされました。本当に人って、ほんの一瞬こう道を歩いていて、小さな花に目をやった時に、ああかわいい、なんかこう癒される幸せな気分になるっていうことがありますよね。で、私の作ったこの Be Happy シリーズ、これが壁飾りであったり、ちょっとした家具の上に飾ったりできるようなものなんですが、一瞬そこに目をやった時に、あ、癒される、なんか幸せだなっていう気持ちになっていただけたらいいなという思いを込めて作っています。自分自身もこうしたものでとても癒されるんですね。なので Be Happy、 Be Happy と文字を添えているのは、そういう思いから作っているものです。これは聞いた話ですが、幸せっていうのはこう向こうからやってくるものではなくって、自分の最終的には心の中にあるっていう、そういうのをよく聞きますが、本当にそうだなって思います。もともととてもネガティブだったので、もうなんか不満とかが多かったんですよね。だけどその見方を変えたりすると、あ、幸せってここにあるんじゃないのかなって感じたり、同じものを見てもそれを幸せって言えばそれは幸せになるわけで、なんか理屈っぽく言ってますが、そういうことを年を重ねていくうちにこうだんだんと思えるようになってきました。絶対その方が得ですよねと言いながらも、そう思えないことも多いのですが、でもこの思いをいつも心に持っていると、時々思えなくなった時にこう一瞬ネガティブになってもその気持ちを思い出すんですね、自分から。やっぱり心の持ち方って大事だなって思います。そんなことを考えながら、いつも Be Happy の刺繍の壁飾りを作っています。自分も幸せっていう気持ちでいたいのと、私のその作品を見て少しでも幸せに感じていただけたら、もう本当に嬉しいです。とおしゃべりをしていると、ここにクローバーができました。ここは、アウトラインステッチで、2ステッチほどでできますが、はい、完成。どうでしょう。ハッピーハッピーですが、ね、簡単でしょう。こういうふうにして文字ぜひ入れてくださいね。それでは今日は終わりたいと思います。この動画気に入っていただけましたら、高評価ボタンやチャンネル登録していただけるととってもとっても嬉しいです。それでは、今日は終わりです。花デイジーのワンポイント刺繍レッスン、いかがでしたか？様々にアレンジをして楽しい言葉を刺繍してみてくださいね。Did you like my YouTube channel? Please enjoy to embroider. Bye! それでは、さようなら。